下2つ勝たんです こう行って、こう行って、ここにグリがあるから、これ避けて、ここに向かって切ってください。はい、やってみて。ここで。はい、
船に沿ってゆっくりでいい。そうそう、そこからグリがあるから、そうそう、大きめに取ったらいいからね、はい、全然もう骨に当たるか当たらんかぐらい。でここからここに向かって骨がこういう感じで入ってるから、はい、骨探してここから、はい、これ骨あるやん、はい、触れるところあるから、そう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 、骨のサイドから切って、でここまた大きくなってるから、はい、こういう感じでね、ここまで、そうそう、ヘレヘレヘレ、そうそうそう、でこれは骨に沿ってここに、はい、ここここね、でグリがあるから歯の向きをちょっと外に変えて、そう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 、で骨の外周を、はい、歯の向きが逆の方がいい、あの外に向かって、これを避けて、またこういう感じね、はい、うん、そこグリですね、そう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 、もう こういう角度やんな、もうちょっとあるんじゃがな、軟骨が、ここまでやる、そうそうそう、それを避けて、そうそうそう、そこそこそこで、そこからこっちに向かってですね、骨当たってます、骨当たるところからシャーっていったら、で、もう骨なんかな、ここが一番だるいの、このキワキワは硬いや、だから食べへんから、はい、大きく取っちゃっていいよ、ここからでもいいし、そうそうそう、ん、感じ、あと、ちょっと待ってよ、これ、これも何個だよ、そうそう、ここがいい、ここがいい、ここ、ここでいいよ、ここでいい、ここで、あ、ごめんな、歯が危ない、ジョンで、ジョンで、ジョンで、よし、で、もうここ見てもらったらさ、ここでマフが外れてるやん、はい、だここで切ってもらったら、これ、どういうことですか、まあ、基本はね、基本はね、で、トリミングをしてる、知らんけど、その後はしない、はい